中田翔さん、4日に肉離れも、現在フルスイング解禁。右ハムストリングス肉離れから復活を目指す巨人中田翔内野手が、ジャイアンツ球場の室内でリハビリに励んだ。前日よりベースランニングのスピードを速め、キャッチボールやゴロ補給で汗を流し、マシン打撃では豪快なフルスイングを見せて快音を連発した。4日ヤクルト戦、東京 D で負傷交代した後に都内の医療機関で検査を受けた結果、筋損傷のグレードは2で万全な状態に戻るまで6から7週間と診断された。5日に出場選手登録を抹消。しかし、6から7週間の考え方というのはさらさらないという。早ければ交流戦開幕の30日ロッテ戦、ZOZO にも一軍復帰できる見通しだ。4日、肉離れ、8日、走る、9日マシン打撃フルスイング。野球でも怪我なんてあるんやな、ほとんどベンチに座ってるスポーツなのに。これ復帰急ぎすぎて再発しそうだな。契約最終年でもないのに。体でかいんやからちゃんと直せよ。もう焦って復帰する必要のあるシーズンじゃないぞ。次やったらヤバそうなのによくやるわ。同僚殴るレベルで理性がない男が怪我治るまで待てるわけないじゃん。大丈夫かよマジで、ただでさえ体重で膝きついない打てたのに。いいねえ、再発して癖になるんやろな。他球団ファンからするとこんな更新的なことをしてくれるとありがたい。焦らんでもいいけど自己最高の成績狙えるシーズンでもあるし早復帰したいんやろな。今年最高クラスの成績出せそうやもんそや早く復帰したいやろ。本当の意味で完治まで休養するアスリートなんておらんよ。優勝した時は中田はいなかった。岡本がもっと打てばよいだけ。復帰焦ってまた再発して長期離脱とかならない？坂本も何年か前に早期復帰して結局ダメだったよな。今シーズンでこいつの野球人生終わるぞ。焦らんでもポジション奪われんやろ。帰ってきたところでどうせ B クラスなんだからゆっくりしてろ。巨人ファンがこいつもてはやしてるの異常だよな。バウアーもてはやしてるハメカスの方が異常だろ。暴力は巨人の中では日常だからセーフ。すでに守備やばかったのにまだやるんか。あっしろ、見とけや。戸郷もさすがに金属疲労やばそうやし、あとは牽制や足元に球投げまくって中田の故障誘発させれば再開確定やな。無理してやったとか言って強がってるアンチさんが、打たれて発狂してる姿が見える見える。一塁まで届かずに倒れてる姿が見えるわ。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。